ヨハン・アンドレアス・シュタインによる、フォルテピアノ3代のピアノのための競争曲、K242 の実質不3代のピアノのための競争曲へ、長々、K242 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが1776年に作曲した3代のピアノを独奏楽器とした競争曲で、当主番号をつけて、ピアノ競争曲第7番とも呼ばれる。また、 一般に、ロドロンの愛称で親しまれている。1776年2月に、ザルツブルクで作曲され、同地の名門貴族、ロドロン家の伯爵夫人、アントニーナとその霊場アロイジアとジュゼッパのために、作曲されたものである。独創ピアノのパートは、彼女らの演奏能力に合わせて書かれており、第1、第2ピアノパートは、アントニーナ。 またはアロイジアが演奏するものと想定され、二つのピアノパートは、それなりの技巧を必要とするが、ジュゼッパのために書かれた第三ピアノパートは簡素で、比較的優しく書かれている。最初の番の検事には、貴婦人であるロドロン伯爵夫人、旧姓ダルコ伯爵夫人とその令嬢たち、アロイジアとジュゼッパに、彼女たちの最も献身的な、召し使いボルフガングモーツァルト、 と記述されている。また、モーツァルトは1777年に、母、アンナ・マリアと共に、自身の就職活動のために、パリへと向かった道中に立ち寄ったアウクスブルクで、ヨハン・アンドレアス・シュタイン製作のフォルテピアノと、出会っており、同年10月22日に、フッガー伯爵家の広間で催された、演奏会で、この時完成したばかりのシュタイン製のフォルテピアノを、用いて、 本作を演奏しているが、第2ピアノをモーツァルト自身が第3ピアノをシュタインが弾いた。なお、モーツァルトはこの作品を2大ピアノと還元楽のために編曲しており、こちらの成立時期は1779年頃と推測されている。近年はむしろこの2大ピアノと還元楽のための版で演奏されることが多くなっている。独奏ピアノ3大。 応募に、ホルンに、言語部。全三楽章、演奏時間は、約22分。ありがとうございます。